特別番組国際法学者の闇ということで、本日も PHP 研究所様のご協力のもと国際法学者の小野先生とともにやってまいりたいと思います。小野先生よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、いや今回も、はい、やってまいりたい。まあ、事実に基づいてですね、はいはい、法学者の闇をぶった切るということなんですが、はい、先生前回はなんかすごい格下も持っていそうな横田喜三郎という先生、はい、横田喜三郎先生です、はいはい、ベルリンで何やら抱えていたというところまでだったんですけど、うん、はい、続きとして今日は帰国してからと、そうですね、いうことをお聞きしてますが、はい、まあ、横田先生がベルリン社会科学研究会でどうも共産主義の思想に触れていると、うんうんうん、で当然、まあ、当時コミンテルンというですね、うん、もうこの辺も江崎先生とですね、はい、山村先生がですね、ですね、大変お詳しいところですけども、はい、まあ、そういうものに触れられて、うん、で、まあ、お帰りになられて、昭和4年昭和5年頃ですね、うん、お帰りになられまして、で昭和5年1930年に、うん、国際法講座の教授ですね、うんうんうん、当時は舘作太郎先生というですね、うんうんうん、先生の後釜として、お入りになる、まあ、この方もこの辺になんか出ると思いますけど、舘、はい、作太郎というふうにお読みになりますね、うんうん、なかなか読み方がよくわからないという方も多いんですけどもね、舘美濃部論争というですね、論争を、うん、美濃部辰吉先生とおやりになったということで有名な、はい、国際法学者の、うん、後釜ということになりますが、うん、教授になられて、で1931年ですね、昭和6年に起きたのが、うん、かの満州事変というですね、はい、はい、ものでありまして、うん、でその、まあ、満州事変を、うん、まあ、こっぴどく、批判をすると、はい、いうことを実は横田先生はおやりになってくると。はい、でその横田先生が、まあ、将来的には実は戦後ですね、すぐの段階で、うん、もう日本国憲法、今の日本国憲法ですね、うん、憲法9条の戦争放棄みたいな、はい、そういう話をおやりになったり、うん、してきますので、うん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 、でそういうところからまあ見てまいりますと、うん、どうもその一つのこう伏線というのはですね、もうすでに張られている状況で、うん、はい、満州事変のようなものをね、うん、おかしいんじゃないかと、ああ周到に準備をした、うん、侵略ではないかみたいなね、ああもう言ってるんですか、もう言ってますね、例えば時間時系列で何時何分にその事変が起きて、うん、でいきなりその召集がかかって、うん、すぐさまいろんなですね、警察とか、うん、鉄道の要衝とかを抑えていって、それがまあ全、うん、まあ、満州のですね、うん、に広がっていくような、そういう周到な計画を持ち、うん、そんなことやっていくのはおかしいだろうと、うん、まあそれは確かに、うん、まあそれは 見た感じおかしいわけですけども、うん、まあ当然何かあったら対処を考えておくというのは軍事の常識でありますので、でこれは実際には辻正信参謀がですね、当時起案をして、で一瞬お蔵入りになったものというのがあり、でそれと同時にですね、まあ当時あちらにいらっしゃったですね、石原莞爾がですね、結局まあ大々的にそれをやったというふうなこと、うんうん、まあ、これはもう全部うん、いろんなことが出てますけども、うんうん、まあ、軍隊ですから、当然やると、うん、むしろ満州駐留軍だけで満州全土でそれができたってこと自体が不思議でありまして、うん、はい、たかだか2個師団だかそのぐらいでしたっけね、はいはい、そのぐらいで全部制圧できてしまうんですね、はい、どんな軍隊やねんみたいな、はい、ことがあるわけですけども、ただまあその時系列に沿ってね、こんなことやってるのおかしいだろうというようなことを、まあ、うん、痛烈に批判をされていると、うん、まあまあ裏を返せば、はい、そんなことするのおかしいだろう、だってソ連だって狙っているのにさ、その場所みたいなね、ああそう見えますね、確かに、うん、だから満州でそういうことが起きてしまって、でしかもソ連は当時ね、5カ年計画とかその間ですし、はい、まだ1936年のスターリン憲法もできない時代ですから、うんうん、まあ、なかなかちょっと、ね、外に出ていけるような状況ではないと、うん、とにかく自重して抑えて抑えてですよ、はい、ドイツのですね、うん、
参謀本部と、ラポロ協定を結び、そのラポロ協定に基づいて、ソ連のですね、ウクライナのあたりの原野でですね、農業トラクターと名を借りたですね、戦車をですね、訓練している、そんな時代ですから、そんな時にですね、はい、そんな時に、はい、なね、自分もね、狙っているといいますか、昔からですね、虎視眈々と狙っているような場所で、軍事行動が起きて、しかも簡単に制圧されちゃいましたみたいなね。それはやっぱり文句言いたくもなるわね、ソ連としては。ソ連としてはそうですね、うん、確かに、うん、はい、まあなのかな、うん、みたいなね。なるほど、うん、はい、でまあ、これも多分皆さんご存知だと思いますけども、共産主義の中で、自分は共産党員ですと、以外にもですね、例えば共産党のシンパシーを持ってますという方も多いと思います。それは、はい、だ投票の時に慣れますかという時に、まあ、共産党の人入れますとかね、それは、まあ自民党員ではないけれども自民党にシンパシーを持って自民党に投票行きますとか、まだいると思いますので、いると思いますのでね、毎回毎回ですね、投票に行く時に今日は誰に入れるべみたいなね、そういうのは無党派層というわけですけども、はい、大抵の場合なんかね、党派性を持った方が多い、うん、で、はい、で、まあ、自分は党員ですという方もいれば、ね、うんうん、いろんな方もいると思いますが、どうもね、こう見てると、まあ、共産党員ではないにしても共産党の影響力にある人物なんじゃないかなとも見えなくはないようなことを、まあ、ちょっとね、見えてしまうというふうなことが、まあ、指摘できるのではないかと。確かにの共産主義にシンパシーを感じているという補助線を引けば、筋が通ってくる、筋が通っちゃうと、うんうん、はい、まあ、そういう、ね、横田喜三郎先生でありますが、特にそれが顕著になるのは戦後ですね、うん、出ましたね、戦後楽しみにしたんですよ、ね、この話、はい、第二次世界大戦が終わった後ですね、はい、まあ、まあ、よく言われているのは、まあ、戦後民主主義は宮沢敏夫氏が作ったみたいなね、はいはい、まあ、宮沢敏夫先生のですね、はい、声があるんですけども、はい、実際には前回 の, お話でも、ね、宮沢先生の回でもお話しましたが、うん、彼は、まあ、結構日和見主義といいますか、うん、はい、自己保身のためにやっている部分が多いので、はいはい、それを、まあ、正当化するために理論を構築してるんですけども、うん、もう横田先生の場合はもう完全に確信を持ってやってますから、これ。あ、そうなんですか、はい、で例えば我々ですね、こう憲法9条というと、うん、まあ、戦争放棄平和主義ということで、うんうんうん、でまあ、これが良くないというのがね、うん、今論調がこうだいぶ出てますけども、はい、でその中でそれじゃあ一番最初にこう理論化して構築してたのは誰かというと、うんはい、実はこれ横田喜三郎なんですね、で横田喜三郎先生のだから、ね、国際法の基礎理論という本がありまして、はいはい、その中にはですね、これが出たのが昭和24年、はい、1949年ですね、はい、に出ている本でありますが、まあ、その中でですね、うん、もう戦争放棄ということをかなり理論体系化した形で、はい、書いているというふうに、はい、読めるというものですね。だからもう侵略的戦争ですね。もう書いてるんですか。もうちょっと書いてますね。実はもうちょっと前の本にもいろんなこと書いたんですけども、はい、侵略的戦争をですね、うん、こう放棄するというようなことがありまして、例えば他にも、ね、戦争犯罪、結構昔の本ですけどね。うわ、もうバリバリだ、で、これは私の指導教授の、お父様が、はい、実は東大教授だったんですけども、はい、その方に、差し上げます。これ横田先生の本なんですけども、はい、横田喜三郎の金帝と書いてですね、著者と書いてあるんですね、はい、そういう本なんですね。だから横田先生の直筆ですね、きっとね。あら、でまさかこんなところでこんなことされたんで思いもしなかったと思いますけども、ね、本当にもう当時のですね戦後すぐの頃でありますので、はい、用紙がやっぱり古いんですけど、これは昭和22年7月ですので、うん、まあ、戦争が終わってまだ1年、うん、2年経たないところですね、ですね、これは有比較から出ているですね、うん、戦争犯罪論という本でありますけども、その中で、まあ、戦争犯罪というものについてですね、うん、もう読み上げますと、帰り見れば満州事変からこの方15年の長い間にわたって日本は軍部と官僚に引きずられ極端な侵略的戦争を行ってきたっていうですね。あれ、ちょっと待てよと。満州事変批判されてましたよね。で最近よく15年戦争とかって言いますよね。言います言います、ね、
軍部っていうのがあるらしいですよね。ミスター軍部ですね。はい、で侵略的戦争、侵略戦争をしていたと。はい、これはあの何度も言いますけど、昭和22年ですよ。あの憲法が制定されて3ヶ月後ですよ、これ。あの憲法公布されて、確かに書いてあります。私は今文字を言いましたけど、うん、確かに書いてあります。あのコピーが必要な方はおっしゃってください。はい、それに対して、日本がですね、戦争犯罪を行っていたと。うんうん、あのもちろん戦争犯罪というものも、うん、あの例えば捕虜を虐待するとか民間人を殺害するとか、はい、それはもちろん戦争犯罪です、分かります、うんうん、ただここで言っている戦争犯罪というのは、要するにその政治の結果として戦争を起こしていくという、いわゆる永久戦犯とかですね、うんうん、ああいう話に持っていくようなものでありますので、うんうん、でまあ、ここではですね、他にも今度の戦争で、これ第二次世界大戦ですけど、はい、今度の戦争で日本は極端な侵略的戦争を行い、はい、その戦争中においてまた驚くべき暴虐行為を行った云々と、はい、書いてありますね、確かに、うん、なんでこんな抽象的な表現ばっか使うんですか、ね、でまあ、あのね、分けても平和に対する罪は、はい、ってって話ですよね、はい、戦争そのものを計画し開始した罪であって、本当だって感じだね、そのこと自身が極めて重大である上に、うんうん、その責任を負う者が有力な政治家や上級の軍人であるから、うんうん、いつそうやかましく、議論されているというようなことをですね、うん、こう書いてありましてね、うん、だから今も聞く単語いっぱいありますね、うん、ですよね。でこれ昭和22年段階ですよ。あの極東軍事裁判まだやってる最中ですよ、これね。あ、そうだ、ええ、確かにそういうところを、はい、あのこう伏線を引きつつ補助線を引いたら、結論としてどういうことがありますかというですね、はい、でこれが増幅し拡大してきて現在の状況があると、はい、だ例えば、はい、あの宮沢敏夫先生は、はい、自己保身が結果として、はいはい、その彼のですね、うん、中で8月革命説を、うん、言い、うん、そして日本国憲法に正当性を与え、うん、あの実際には大日本帝国憲法と日本統一憲法の完全に断絶があるはずなんですけども、はい、それをまあ塗り固めて子としてですね、うん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 、でもうあたかも、そのようなことになっていって、それがまあ戦後70年ずっと続いていると、うん、いうことになっていて、あんだよ自己保身の結果がこれかよ、がっくりと、うん、で、うん、あのコメント欄ありがとうございます、いろいろとね、はい、あのこんな話なんか酒なんか飲まないとやってらんねえぜみたいなねありましたね、ありがとうございます、はい、あの、はい、あの泥酔する前にあのぜひあのご覧いただきたいそこまでお飲みにならないので、はい、ですけども、まあ、本当に酒でも飲まなきゃやってらんないと、うん、であちらはですね、まあ、自己保身だったと、うん、こっちは革新的にやってるんじゃないかと。そうですよね。だから宮沢先生かわいいもんじゃないですか、うん、まあ、宮沢先生はかわいいもんですよ、本当に。だからその、まあ、横田喜三郎先生の、はい、まあ、事柄を考えていくと、はいはい、もうその横田先生がお考えになって計画されたものが実行され、うん、そしてそれが今にも至っていると、うん、でこっちの方がもう計画性ありありですよね、うん、場当たり的でも何でもない、うん、狙ってますもんね、狙ってやってるとしか思えないというですね、はい、この、戦争をやらない、まあ、戦争をやらないというのは当然軍隊を持たないということですけども、うん、それはだって軍隊を持ってしまって日本でね、うんうん、強力な軍事力があると、うん、でその軍事力って何のためにあるのかって言ったら、まあ、自己防衛のためですけども、じゃあ誰から防衛するためですかと言った時に、第二次世界大戦が終わりましたと、でまあ日本は自由主義の国になっていって、まあ共産主義じゃありませんから自由主義の国になると、で自由主義圏としてまた例えば警察予備隊なんか後に作ってきますけども、そのうちまあ今自衛隊になりますが、一体誰を相手としてその自衛隊は存在しているのかと言ったら、例えばじゃあ朝鮮半島の軍隊ですかと言っても、うん、まあ、1950年代60年代と昭和20年代後半30年代考えても、うん、まあそれちょっと考えづらいと、うん、じゃあ中国共産党中国ですかって言ったら、それもまたちょっと考えづらいと、うんうんうん、それこそあの、ね、大躍進とかですね、あの文化大革命とかで、はいはい、それこそあのこれはあの、まあ、お話してもいいと思いますけども、1980年代ですね、1981年から83年にかけて、中国共産党の人民解放
軍は、あの大改革を行うんですけども、それまで の、あの人民解放軍というのは、第二次世界大戦中に日本軍が遺棄した武器を当時も使ってました。1980年代までですね、はい、でそれは写真見ると分かります。例えば日 本、はい、あの日本 の、 あの、まあ、陸軍とか海軍が使っていた、うん、ヘルメットですね、鉄兜を、はいはい、1980年代とか70年代 の、 あの中国の人民解放軍の兵士が、うん、かぶってます。ずっと使ってるんですか？ずっと使ってます。何十年もですよね。何十年もです、はい。というようなところが見て取れるぐらいなんですよ、はい、でそういう武器を使っている軍隊が、はいはい、じゃあ日本の相手ですかって言ったらそうでもないですよね。ですね。となるとまあ消去法でもソ連かなって、ねねはい、気がしますよね。となると、うん、そのソ連に対峙する日本に軍隊がない方がありがたいですよ、当然ね。まあソ連からしてみたらそれはそうですよね、はい、ソ連から見たらね、ソ連から見たらそうだと思いますよ、そうですよね、僕も、はい。なんですかこれ、全部ソ連とか、ね、うん、共産主義に行き着いちゃいますね、なんかね、うん、あの考えていくと、うん、中国じゃないですよ、だからね、中国共産主義ではないんですよね。おかしいな、なんですかね、おかしいですね、おかしいな、何がおかしいんでしょうね、みたいな、ね、まあ、じゃあそういうことなんですかね、そういうことなんでしょうね。わかんないですけど、まあ、一応この番組事実に基づいてってことで書いてあるからしょうがないですよ ね、 もう、これ以上ね、まあ、推測だけで言うのもなんですけど、書いてある以上しょうがないというところですけど、ね、ということで、じゃあ先生、今回はこの辺ですか ね、 そうですね。いや、じゃあ、次回はまた違う話で闇に触れていくということで、はい、また楽しみにしてください。はい、先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。